生きていたとはな。しかしいいところに来た。放ってほしいんだと。あなたに託すわ。残す鍵は霊石ってことね。ほんま、ええ趣味してはりますわ。どこへ行ってしもうたんやろうか、あの憎めないお人柄は。茶の湯を通して道を正そうと努めてきましたが、黄金に魅せられて人の心まで失うてしまうとは。天界によう頼んどきます。上半、あとはよろしゅうに。
もう手加減は不要ね。Thank you.
公様の待っておるぞ。ないぞ。まあ慌てるな。俺の新しい嫁を紹介してやる。それが平等院で見た妖を滅ぼす刀。その刀があればきっと。さあ、藤吉郎を追いましょう。We'll be right back.
のお出ましだよ。とんだ三文芝居だな。うまく切り抜けたようね。あの醍醐山、急いで向かいましょう。ただの宴じゃないね。けど桜は綺麗。大根様を早く止めないと。
かぬぞ。死なぬ。生きて、生きて、太后様を、太后様をお守りせねばならんのだ。夢が叶うたびに一つかける、この二つかける。東吉王様も持つ夢の代償は不甲斐ない。こんなんだから、わしは you
ノリ、すまぬ。藤吉郎様、どうかご武運を。見覚えがあるだろう、この満開の桜。うってつけだ。お前の墓標に。出会った時は俺が目覚めさせたんだ。親に捨てられどん底から這い上がるために俺は輝く石で夢を叶えてきた。そしてついに天下人の夢も。だが夢がでかすぎて赤い光に見入られた。夢を食って霊石を生む闇の力だとは気づかず、終わりなく膨らみ続ける悪夢の中、最後に俺の目を覚ましてくれたのはお前だった。光か。
捨てろ。世は滅びぬ。愛に来てくれます。